モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方にはくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。大分県くす町にママに優しいキャンプリゾートパークパラディソ大分があります。まあ春休みなんでね、ドローン飛ばしに行ったり、テントに泊まったり、それからあのバーベキュー楽しんだりっていう、そういう方たくさんいらっしゃるでしょう。アジュールルナというリストランテ、レストランが入ってるんですね。ここのランチコースの美味しいこと、でその締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、もう美味しいんでね、あの家庭でも楽しんでいただこうっていうことでセット作りました。それを今週は対象商品っていうことでプレゼントしています、はい、そうですね。でいよいよ今度の金曜日はですよ、少子中寺のおもろい落語会です。毎晩毎晩私も、はい、お稽古に余念がないということですが、はいはい、水曜日ぐらいには仕上がるんじゃないかなという。まもなくです、明日ですか。まあ今日もそだからもうこう調整が難しいんですよ。本当ですね、金曜日に持っていかなきゃいけない。あまりにもきちんと調整しすぎると金曜日ぐらいにもうちょっとね、あの変な感じになっちゃうんで、ここのところが難しいんですけれどもね。さあそれからね、皆さん気になってるでしょうけれども、 WBC ワールドベースボールクラシック、メキシコとの試合なんですが、はい、はい、3対0というスコアのまんまです。で、今回は、随分と進んでっていうことでね、次が7回の裏っていうことになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、3対0でメキシコ3点リード、はい、なんとか日本がね、これをひっくり返してほしいなというふうに思うんですが、レフトの、選手がですねかなりファインプレーを連発しておりまして、ですね、これがね、いやいやメジャーリーガーちゃんやっぱすごいですよ。すごいですね。さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら行きましょうか。正幸さんですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。ピンチの話、高校1年生の娘、もうすぐクラスマッチがあるそうで、でもクラスマッチが嫌で嫌でしょうがない、どうにかしてその日学校を休みたいとずっと言ってました。で前日、パパ一緒に一度のお願い、明日学校に電話して体調不良って、はい出ました、よくある数えきれない一生に一度のお願い。でもまあ入学してもうすぐ1年、病気で学校休んだことないし、今の時代休みたかったら無理に学校行かせることもないって言うし、電話してあげようと思って翌日学校に電話しました。1年6組の父親ですが、今日は体調が悪いのでお休みさせていただきます。学校も、ああそうですか、もしコロナやインフルエンザの検査を受けられるんだったら結果の連絡をお願いします、お大事にと思った通り、あっさり電話は終了、うん、無事にクラスマッチをやり過ごした娘は私の隣でにんまり。その日の夕方、担任の先生から電話がかかってきて、お子さん大丈夫でしたか、コロナやインフルエンザの検査受けられましたと聞かれたんで、私はとっさにその辺は大丈夫ですと答えたんです。で翌日学校に行った娘、帰ってくるなり、パパどうしよう、私終わった、一枚のプリントを差し出したんです。なんと新型コロナウイルス、インフルエンザ等感染症陰性証明書なる書類、もちろんサボりなので発熱もなければ病院も行ってない、そんな証明書なんてあるわけない、うわー噂がバレたら退学になるかもと泣き出した娘、呼び出しがあったらパパ絶対来てよ、まさかそこまでせんやろうと思いましたが、サボりの片棒を担いだ私も悪い。そして何を思ったか、娘はお薬手帳を出してきて、2年前にかかった咽頭炎の時の診断書の日付のところを修正液で消してコピーし、それを書類に貼り付けようとしているではありませんか、こらそれは立派な公文書偽造だぞ。そうだね、厳密に言うと公文書偽造だね。これ以上
嘘を重ねたらもっと大変なことになると思った私は、明日学校に行って正直に話して先生に謝りなさいと言いました。パパも先生にお詫びの電話入れるからと言うと、電話せんでいい、自分で謝ると言って、翌日超不安そうな顔で学校に登校。私も学校から電話の一本でもかかってくるかなと思っていたんですが、特に何事もなく家に入ったら、先に帰ってきていた娘、意外とケロッとしていたので、ちゃんと話して先生に謝ったと尋ねたら、うんと小さくうなずいて、先生に怒られたと聞いたら、言いたくない、パパも悪かったけん先生にお詫びの電話入れようかと言うと、いらんことせんで。まあ娘の様子からあんまり大事には至らなかったみたいです。もし嘘がバレなかったとしても罪悪感はずっと残る。自分に嘘はつけないから私も反省、娘にとっても人生の大きな大きな勉強になった経験だったかなと思います。そうでしたか。そうなんですよね、うんうんうん、嘘っていうのはね、うん、人は騙せても自分は騙せないから、ずっとそのことが心のどこかに引っかかっちゃうっていうことなんですよね、うん、そうですよね、本当にね、正直に生きることがよっぽど楽だよっていうことですね、うんうん、さあそれからね、これも行きましょうか、ゆきおさんという男性の方ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。桜も咲き始めましたね。この時期になると思い出す出来事、私は以前大牟田の化学会社に勤務してて、もうあそこしかないでしょう花見は延命公園で毎年行われてました。新入社員は朝から会社ではなく延命公園に出勤し、場所取りをするというのが慣例の時代。ちょうど消費税の導入が始まった頃、花見が終わって駅に着いたら、会社の人が券売機の前で大声で叫んでいるのを見かけたんです。その人かなりお酒が回っているようで、足取りもふらついている状態。券売機に向かって、なんか切符にも消費税がいっとかと騒いでいる。私はそれを見ながら隣の券売機で切符を普通に買いましたが、私に気づいたその人が私に向かって、切符の出てこんばんなしけんやかの消費税の一等感と聞いてきました。私はいや消費税はいらないでしょうと言って、電車に遅れそうなのでそそくさと離れましたけれども、ちらっと見たらその人は券売機に1円玉をたくさん入れてたようで、受け皿に1円玉が散乱。花見の頃になると必ず思い出すなんか切符にも消費税がいっとか、切符の出て今晩なしけんやかの消費税のいっとかんこれはもうネイティブですもう大牟田弁のネイティブですなんか切符にも消費税のいっとか、切符の出て今晩なしけんやかの消費税の一等感何の話もう恥ずかしい、ふるさと大使ですそうですね、私は基本的にはあんまり方言使わないんですよ ね、 そうですよね、放送で言うとね、うんうん、こういうメッセージは、ね、メッセージの都合上使った方がいいなっていうふうには、はい、巧みに使い分けますからね巧みに使い分けます、うん、そうですね、はい、君は割と使ってますよねそうなんです使い分けができないというねなんなんしてあるんですけどそれが方言かどうか分かりませんでしたみたいなねいやまあでもね、福岡で放送してるものだからそんなに気にすることはないよ、はい、いやさっきヤバケって言ったのも筑紫ヤバケらしいですね、そうそう、ジモティはねヤバケと言っておりましたから、なんかそうらしいね、失礼いたしました、いやいやとんでもないとんでもない、はい、いやだから全然知らなかった、うん、中川からあっちのね、はい、南畑ダムから五箇山に行くところ、そうあそこ筑紫ヤバケっていうよね、そうなんで我々はもう地元の人はヤバケとしか言わないらしくってなんか大分のヤバケではございませんそうらしいです、大分の人もびっくりだよそっちにもヤバケが あったのってね、びっくりするかもしれませんけど、はい、はい、
以上、おもろい家族のコーナーでした。モーニングジャム。